東海地方は朝から強い日差しが照りつけ、気温が上昇しています。午前中にすでに35度を超えているところがあり、名古屋や愛知県の豊田、三重県の桑名では12日連続の猛暑日となりました。午後の最高気温は名古屋と多治見で37度、岐阜で36度、津で34度が予想されていて、今日も東海3県には熱中症警戒アラートが出されています。できる限り冷房を使用するなど、引き続き熱中症には警戒が必要です。